サッシャ・ゲッツェル、サッシャ・ゲッツェルは、オーストリア・ウィーン生まれのクラシック音楽の指揮者。ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団のバイオリン奏者として、入団、活躍後、指揮者に転校し、ズービン・メータ、リッカルド、ムーティー、小沢聖二に指示、また、シベリウス音楽院で、ヨルマ・パヌラに指示した。その後、ウィーン・トーン・キュンストラー還元団、ベルリン交響楽団、NHK 交響楽団、 バーミンガム市公共楽団、北ドイツ放送公共楽団などに客演した。オペラでは、ウィーン国立歌劇場、ウィーンフォルクス・オーパーにも出演を果たしている。現在、ボルサン・イスタンブール・フィルハーモニー、管弦楽団芸術監督、主席指揮者、クオピオ公共楽団主席指揮者に就任している。また、2013年4月1日から2017年3月まで、 神奈川フィルハーモニー還元楽団主席客演指揮者を務めた。指揮者としては2007年にワレリー・ケルギエフ推薦の若い音楽家と九州交響楽団の共演に初来日。同年11月にテレビ朝日の題名のない音楽会に出演した際に神奈川フィルハーモニー還元楽団と初共演した。 2009年7月には、神奈川フィルハーモニー還元楽団の定期演奏会に出演したほか、東京交響楽団と初共演し、2012年1月に再来日した際には、神奈川フィルハーモニー還元楽団と共演し、札幌交響楽団と初共演した。2012年5月には、ウィーンフォルクス・オーパーと来日し、夫・ニコライのウィンザーの陽気な女房たちを指揮した。 他の演目は、アルフレート・エシュベ、エンリコ・ドビコが担当。ありがとうございます。